はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。よっこいしょ。はい、以前ね、たけし農場の動画で、田んぼのあぜは勝手に削らないでっていう動画を上げました。そうしましたらね、視聴者の方から2名の方からまあちょっとコメントいただきました。で、自分はね、一昨日かな、役場行きまして、農務課の方で、どういうふうな考え方なのと、この田んぼのあぜはね、私有地なの、それとも共有地なのっていうことで、いろいろ教えていただきました。そのまとめです。で、私はね、あの動画では地域によって温度差がありますっていう、ちょっとさりげなく、濁したんですが、これは多分日本全国同じルールだと思います。で、田んぼっていうのはまず基本的に登記というのがされているはずです。ですから、まあ、今ね、映してるんですが、たけし農場の田んぼは、上の川町の上賀茂のなんという地名で、何十アール持ってますと。あれ、大丈夫かな。はい、すいません。今ね、この狭い農道を大きな SUV がね、入ってきて通れないって文句言ってたんで、寄せてきました。まあ、毎回言うんですけど、一応ね、農道って、ごめんなさい、公道、公の道路なんですが、これ区画整理をするときに、実は、農地、地主さんがね、この農道を作るための土地を提供してます。それを、管轄は農水省なんですけどね、農水省が管轄して区画整理やってます。で、今からそうですね、私の生まれた昭和30年の頃は、多分、この辺も、道は、こういう、舗装された道ではなくて、馬車が1台通れる程度、馬車とかリアカーが通れる程度の、まあ、あぜ道だよね、俗に言うあぜ道だったはずです。で、それを、まあ、区画整理するときに農家が土地を提供して、5番の目のように切って、車が通過できるような土地にしてます。ですから、まあ、半分私有地っていうのかな。うん、まあ、そこまで強く言えないんですけど、そういう道路なんで、まあ、農家の車が止まっていたら、ちょっと優先的に、使わせていただけるとありがたいなと思います。まあ、そのことを考えてるね、まあ、運転手の方はほとんどいないと思うんですけど、自分なんかはね、もう曲がるときにパッと先見て、車が止まってそうなときには、一本脇の道を通ります。ここですと200メーター先行けば必ずあの道路があるんでね、200メータースパンで、道路があるはずなので、一本脇の道にずれてくれると農家さんも安心して作業ができます。で、道交法上は、これ、車止められません、この道路は。っていうのは、左側通行なんで、自分の車の脇に、確か3メーターだったような気がするんだよな。ちょっと何メーターかはわかりませんが、3メーターくらいスペースがないと、止めてはいけませんよっていう道交法第何条とかってあるんですけど、ちょっと今思い出さないんですけど、そういうルールがあるんで、多分、農道に車を止めて、農作業をすると厳密には駐停車違反です。道交法違反になっちゃいます。でもね、それをお巡りさんががっちりね、ガチガチに取り締まっちゃったら、多分百姓一揆が起きます。農家の人はほとんど仕事できなくなっちゃうもんね。普通は軽トラで行ってさ、軽トラでね、自分家の、田んぼとか畑の脇に軽トラ止めて作業やってると思うんで、それを、まあ、歩きで行けって話だからね。ということで、まあ、それガチガチにやっちゃうとちょっと問題があるんで、まあ、お巡りさんも見て見ぬふりと。
いうことで、まあ運用しているんじゃないかなと思います。あれまた SUV 来たな、前からな。あ、よかった、左折だ。まあそういうことで、ちょっとね花見あの今ちょっと車移動したんで、脇道にそれましたが、この農道を作ったのは、農水省です。で、それ、管理するのは、国交省になります。まあ国交省って言ってもね、まあ国交省の管轄なんで国道なんですが、それが県道になって、ちょうどまあ今は多分管理が町の管理になってるんじゃないかなと、ちょうど扱いじゃないかなと思うんですが、作ったのは県、国です。メインは国です。まあただあの中山間地へ行ってね、あの区画整理やってないような補助は多分ほとんどが指導、私じゃなくてね、公の方の指導とか町道とか村道になっていると思います。区画整理やってないところはね。はい、そういうことでちょっと話、脇道それました。で、役場のね農務課の方へ行ってきましたら、基本的にその所有地の台帳っていうのがあります。それが、法務局の測量図というのが原本になってます。ですからここもね、区画整理したのが約50年前です。昭和40年くらいかなに、50年60年になるんか、昭和40年だとね、5、60年前に区画整理しました。でその時に、まあね、この地域の図面からこのまず道路を抜いて、この用排水ですね、用排水を抜いて、まあ格納化に完治したっていうのが流れです。で必ず、この四隅には、杭が打ってあります。で杭に打ってある内側ですね、内側がほぼほぼ、その、農家の、所有地になっています。要はここで言えば稲を植えていいよという土地になってます。で、今回ねちょっと問題になったのがこのあぜだよね、あぜ、右側に U 字口があって、ちょっと土手になっていて、その土手の左側が田んぼっていうことですよね。である農家さんがこの土手、草刈り面倒だから、この土手勝手に取っちゃおうということをやったら、まあね、たまたまそこ通りかかった農家の人が、やめといた方がいいんじゃないのっていうことで中止になったそうです。だから農家さんはその、草刈り面倒だから取っちゃおうって思った農家さんは、ここの土手は、自分の土地だよと、まあ U 字口に付随してあるだけで、自分の土地だと思ったらしいんだよね。で厳密に言うとこれ付帯設備なので、町、県、国なんか考え方が違うみたいんですが、あの私有地ではありません。これは農地の面積としてカウントはされてないそうです。でまあ、警戒どの辺なのって、まあ、心配な方は、測量してみてください。で今はあの測量の精度がすごく上がりまして、まあその法務局の、測量図っていうのは多分国土地理院が出している、まあ、地図をもとに、まあ、作ってると思うんですけど、その場所を特定するときはその法務局の測量図の上に、航空写真ですね、航空写真とか衛星写真を重ね合わせるそうです。そうしますとその境界の緯度経度が出ますんで、それを測量士さんは GPS で、北緯何度とかね、東経何度とかっていう
正確な厳密な位置情報を持って、杭を打つそうです。で、まあ、ある測量士さんに教えていただいたんですが、センチ単位で精度が出るそうです。だから、まあ、多分昔打ってあったコンクリート杭は10センチか15センチ四角だったと思うんですが、その10分の1の精度で、場所が出るそうです。まあね、ここ4端部ぐらいあるんかな。で、まあ4端部ですと、まあ単純に考えて、横が40メーター、縦が100メーターなんですけど、それでまあ1センチ2センチずれてもね、誤差のうちですよね。はい。そういうことで、まあ現状位置が一番いいのかなと。まあこのあぜですね、今正面に映っているあぜは取らないでください。だからやるんだったら毎回毎回ね、除草剤かければだん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 崩れていきますんで、そうすればあぜ細くなりますんで、それは OK だと思います。ただ私の動画で U 字工っていう動画上げたと思うんですが、 U 字工っていうのはただ単にコンクリート U の字をしたコンクリートをポンポンポンと置いてるだけなんで、完全な防水はしていません。ただ設置するときはその隙間の部分にゴムのパッキンを入れるんですが、これもね、100年も200年もは持ちませんからね、ましてここはもう50年くらい前に作った田んぼなので、区画整理やった田んぼなので、多分50年前のゴムはほぼほぼ残ってないと思います。ですからこれあぜ取っちゃいますと、U 字口の隙間から水がダダ漏れになります。ですからね、自分の家の作物を守る意味でもやっぱり U 字口はあった方がいいのかなと。だから田んぼをね、中干しするときに、例えば堀から水が染み出ちゃうなんていうときはね、もう止めようが ないですからね、これあぜ取っちゃうと。そういうことで、まああぜは取らない方がいいのかなと。あれ、また軽トラ来た。また軽トラ来ちゃいましたね。ちょっと止めます。はい、すいません。今軽トラが来ちゃって全くもう。まあそういうことでね、自分の家の作物を守るためにも、まあやはり U 字工側のあぜは残しておいた方がいいのかなと。まあ排水も同じだよね。例えば台風なんかが来て水路の水かさがね、上がった時にやっぱり排水側のあぜが低くなってしまいますと、今度は排水側からね、越水してね、田んぼに水が入ってきてしまいますから、まあ自分の家の作物を守る意味でも、まあ用水側排水側はのあぜは現状維持で管理するのが一番ベストなのかなと、はい、思います。これはもう前回の動画と同じです。で、これは私有地ではありませんので、勝手にその境界をいじるのは NG です。だからまあ、崩れた分戻してやってればいいんじゃないかなと思うんだよね。最近はあぜ塗り、特に排水側なんかはね、あぜ塗りもしない農家さんも増えてますんで、まあどんどん、あぜは崩れて細くなっていきます。で、最終的にそのリスクを負うのはまあ自分なんでね、まあどうするかはあくまでも自己責任ということになります。はい、これがね、用水側と排水側のあぜの考え方です。はい、じゃあちょっとね、これカメラ移動します。よいしょ。はい、でこちらが長辺側になりますね。よっこいしょ。ちょっと上向けて、もうちょっと右に振っちゃうか。
はい、これが長編側の安全になります。ここですとだいたい100メーターぐらいあるはずです。まあ厳密に測ったことは ないんですけどね。で、多分ここはこの真ん中が、隣の田んぼとの境界線になってます。で、ですからこの左側と右側の地主さんの共有地になってます。ですがまあだんだんねやっているとまあこの左側に寄っちゃったり右側に寄っちゃったりっていうのは多少あるかもしれない。あのあぜ塗りのやり方でね、多少あるかもしれませんが、一応この2枚の田んぼの地主さんの、共同管理ということになってます。で、まあ暗黙の了解で、まあお互いの境界線はこの真ん中よということだよね。まあでもこれあぜ一本分がどっちかによるってことはないと思うんで、まあほぼほぼ、真ん中になってんじゃないかなと思います。で、これは完全にね、もう線で、仕切れますので、まあ測量して、まあ、きっちりと境界線を出すことは可能です。ただね、10センチか20センチの誤差を修正するために30万も40万もかけてね、測量を入れて何になるのっていう話だよね。だからまあお互いに地主さんがいやこれは俺んちの土地だって言わない限りはまあ現状維持だよね。でせいぜいまあギリギリまあ欲張っても20センチ30センチなんでね、稲の株1本分余計に入りませんので、まあそんなところでせっこくね欲かいてもしょうがないのかなと思います。はい、そういうことでね、悲しいダラダラと長くなっちゃいましたが、この隣とのあざ境界のあぜはこれは私有地です。で用水側と排水側のあぜは公有地になりますので、まあいずれにしてもいじらない方がいいっていうことでね、まあ黒塗り普通にやってればそうそう問題はないと思います。で畑をやってる人は、まあね、畑だから別にあぜいらないと思うんですが、これやっぱり取っちゃいますと今度水入ってきちゃいますからね。たまたま今は例えばこれ、下流側のあぜなんですけど、そうですね、高さがやはり右と左では5センチ10センチ高さが違います。勾配があります。なんで、まあこちら側は取っちゃってもね、特に問題ないんですが、この反対側ですね、右側にもあと1本、あぜがありますので、その右側のあぜ取っちゃいますと、当然その右側のが高低差高いんでね、田んぼから水が入ってきちゃいます。なもんで、先ほども言いましたように、例えばこの今見てる田んぼの右側ですね、あぜの右側の田んぼにうちはほうれん草つくんであぜいねえんだよって言って取っちゃっても、今度は台風とかね、大雨降った時に水がガンガン入ってきますんで、やっぱりあぜは自分の家の作物を守るためにも現状維持が一番いいのかなと思ってます。で今もうお昼近いんですけどね、午後からはここもちょっとあぜの修復を始めたいと思います。でここのあぜはね、この田んぼの地主さん結構豆で、除草剤かけちゃうんですよ。そうしますとだんだんね、草が枯れてきて、あぜの強度が弱くなって、ひどい時には3箇所ぐらい抜けます。で田植えしてからあぜ抜けちゃうと結構それ修復大変なんですよ。でまあしょうがないんでね、まあ一応隣の地主さんにも断って、まあなるべく手で刈ってね、それともし抜けちゃったらうちで土のう積んじゃうけどいいっていう話はしてあります。でないとうちのね田んぼからどん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 左へ
水が流れちゃいますんで、それまずいんで、一応隣の地主さんにはもう切れたらばもう土のうを積んじゃうからねっていう話はしてあります。で、去年あたりからもうだいぶ除草剤は木にかけてはいるようです。まあそういうことでね、話もだわだわと長くなりましたが、それがあぜに関する基本的なルールです。これはもう絶対的なものなんで、地域によって違うってのはまずないと思います。で、これと違った管理方法をやってるとすれば、それは間違いです。まあみんながそれをまあ了解の上でやってればいいとは思うんですが、これ以外の管理方法をやってるのはちょっと間違いなのかなと思ってます。で、多分各その田んぼの田区によって水利組合っていうのがありますんで、その水利組合のルールでやってんじゃないかなと思ってます。で、ちなみに今立っているところは川名護投資港って言ったかな、川名護投資港か、上賀茂北投資港、それどっちかに入ってると思います。まあうちは両方出てるんでね、どこまでってあんまり気にしてないんですが、各その田んぼの地域、ある地域によって水利組合があります。で、それは確か土地改良区の方からいくらかお金ももらってね、活動費みたいなのが出ているはずです。まあそういうことでね、あぜに対する基本的な考え方でした。ちょっとね、途中邪魔が入っちゃって長くなっちゃったんですけどね、お付き合いありがとうございました。